もう疲れた。さっきのすごい疲れた。そんな疲れる。来たギリギリ。そこでギリギリバーン出てくるの。どうする？キッチンタイマーすぐ行っちゃう。せやな。さあ。キッチンタイマー、スリー！バーン。行ってみよう。オーケー。4まであるんか。スリー。4まであるんやったら4が3分とかに。なるほどね。うん、まだわかんないからね。わからへん。これ何のご飯やろな。パエリア。いやー皆さん。白米か。なんで。やくぞ。今日は彩りがとっても華やかな。はい、パエリア正解。エッシュポイント。そんなの。エッシュポイントからだ。熱い。炒めた魚介を白ワインで煮込みましょう。うんうん、煮込むんや。これ長そうやな。この時間13秒。十分短いわ。準備はいいかな。上に上げる。上ね。はいはい、はい。よーい。はじめ。実は私、おしゃべりが大好きでして、今日は皆さんとお話ししながら料理を楽しみたいと思います。さて、パエリアと言ったらスペイン料理ですよね。ほい。時間が来ました。うるせえ、めちゃくちゃ喋ってんじゃねえよおめえはよ。こっちは集中してるからな。せやな。でもあやと松は正直そんなに差はない。上手にできたかな。ちょっとあや早いんちゃう。ちょっと早かったね。ちょっとおいしょ。でも 0.2 秒差。まあ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 、筋がいいね。これ 2倍で返せるからな。せやな。このくらいの差は2倍で返せるな。先ほどの鍋の中にお米をパラパラーっと入れて、パラパラーっと入れて14秒。なるほど。火を止めてください。準備はいいかな。こうね、こうね、ガスコンロ切る感じね。はじめ。スペイン料理といっても地方によって様々でして、西のガリシア、東のカタルーニャ、南のアンダルシア、北のバスクなど11それぞれに特徴があります。中でもパエリアはさあ、ちょっと待って、1秒下がりました。松が11って言った時は10秒やった。そういうフェイク。いや、あやは数えてたから、まずは関係ないよ、実は。あ、そう。うん。全体を見てみましょう。さあ、楽しみやなぁ。やられた。はい。数え間違い。数え間違えちゃうか。松のせいはなんともないよ。さあ、しっかり数えてた。松のフェイント。フェイントは関係ない。フェイント。フェイントは関係ない。謝ってます。じゃあ、もう、じゃあ、ただのボンクラっていうことがあるけど、大丈夫ですか？ん？準備はいいかな？ 1 秒くらいずれるからな。あ、数えるタイミングによって。やばい。こうね。最後の工程はとても重要。ポイントを2枚お付けしますよ。おっと、時間が来ました。あや、ずんずん、ちょっとうなずいてて気になったわ。いや、これ待つだいぶ早い可能性あるな。あやがだいぶ遅い。ちょっと流された。祈るしかないな。このおしゃべりクソジジイに流された。オッケー。全然変わらんかった。びっくりした。左のあなた。ふう。いやー、だいぶ惜しかったな。接戦やった。全然惜しない。全然惜しかった。運での差も1秒以上差がもあった時点でも。いやいや、1秒差があっただけ。実際には0.2、答えには 0.2 しか差ないから、ね。頭おかしいやから、ほんま。バズ頭悪すぎる。バズなんか、もう早すぎてもうパイにカチカチよ。謝ってほしい。さっき1個前や。思い出して1個前。1秒ぐらい違った。ほい。これまたおもんなタイムあったら切れるで、さすがに。あ、来るよ、チャンスタイム。それでは次のゲームです。来なかったわ。さあ、キッチンタイマー、そして2! 困ったなぁ。ボタンを押してください。まあ、キッチンタイマー、2になるのかな。でも、ルールは常に一緒やから、ね、キッチンタイマーは。そうやね。時間が長くなるか短くなるから、まあ、この次4が出たらだるいなっていうぐらいで。そしたらちょっと切れるなぁ。まあ、そしたら、キャンスイッチ。あやにあげようかな。そういう気すらする。2! いや、時間が短ければ短い方があや得意やから。ごめんな。うん、そうか。いやー皆さん、こんにちは。さっき疲れたからもう秒数数えられへん。言い訳、言い訳オツです。ジェノベーズ。ジェノベーズパスタの中でジェノベーズはあんま好きちゃうねんな。あ、そう。まずは何が好きなの。見るなんていうの。この時間になったらミートソース。違う、全然違う。クリームソース。クリームソース。14秒ね。オッケー。はい、はい。一緒やん。松に合わせたね、今。松に合わせてへんよ。いい色だねー。いい色だねー。謝ってほしい。濡れ衣、最低米くずやろ。あ、もうさっき負けたから。言い訳でき。関係ないね。
ほっほー、サンキュー。今日は特別にアスパラガスをトッピングしようと思います。アスパラガスね、アスパラガスうまい。アスパラが一番うまい。時間になったら茹で上がりますので、あげるのね。さっきより長なってない？確かにな。あやの不得意な分野やな。確かにね。でも任せて。はい。よし、早いかもしれない。早いかもしれない。でも罰が遅い可能性もあるから。うん。わからへん。それはもう神のみぞ知る。このおっさんしか知らん。まあこのおっさんしか知らんよ。うん、おっさん今日静かでいいな。やられた。はい。まあまあでもそんなや。二人とも早い。恐ろしく早い。ここ大事。さっぱっさ、ね。シャッシャッ。パッサシャッシャッ。アルデンテ、アルデンテにしていけ。準備はいいかな。こうね。了解。集中しまーす。一緒やん。クソが。もっとずらさないよ、松には勝てへんで。いやいや、おとなしく数えただけやん。これ差出えへんな、うん、同じか。松が安定しすぎてて全然差が出ませんね。松はゴミくず。うん、うん、100点やるやん。あー惜しい。おっしゃ、危なあ。危なあ。2倍して差が大きく出たはずやけど、ちょっと微妙に追いつかんかったな。これ 0.1 秒で100点なんやったら、ぴったりやったらどうなるやろ。200点やったんかな。そしたら前にも勝てるチャンスがあったってことやね。どんまーい、ねね、これ絶対またおもんなタイムあるやん。この後勝つから見といて。チャンスタイム出た出た、おもんなタイム。あやまだ自分の力で2点しか取れてんから。マジに勝たせてあげてるだけ。これ3点あったらクソおもんないけどな。おもんない。20秒かー。なんで外れないねん。次勝ったチームやで。でもでも2点だけやで。それはいや違うや。3点は無条件3点やで。そんなわけない。いやほんま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 無条件3点やで。まあどうせ1点やから。ほえほら 両端に書いてんかった。え、たった真ん中に文字が出てるだけじゃない。ちゃうと思う。うまっ、うん、まあそれはだいぶ余裕やね。ふいーふいー。もう2倍スコアがついてますよ。さあおそらくラストゲームになるでしょう。あらあら、秋バルーン。まああやの苦手なバルーンで勝負しようや。いやまあこれは早さクソ負けてないから大丈夫よ。速いがもう無理やったね。全然腕の上下運動の速さが違うもんさ。あやバルーン勝てたことないで、まずに。こんなことないよ。気持ちの上で勝てるから。ポンプで風船を膨らませよう。なるほど、抜けていくと。あー、維持しなきゃいけないってこと。空気が抜けてしまうので、うまく大きさを調節してください。難しいね、これ面白いな。これはいいね。え、右側の方が大きく見えるんやけど。目バグってるやん。勝てば2ポイント獲得。勝てば2ポイントね。勝てば2ポイントか。勝てば2ポイント少ない。まあそれでもでプラス2ポイント。あ、ちゃう。そう、プラス3じゃないとちょっとな、おもんないな。いや、あやがここまで接戦に持ち込んでんのが一番おもんないから、うん、ごめんな。戦い1個1個は接戦や。まずはもう実況の音が考えへん。あやに負けたくない。だからもう圧勝して勝つ、うん、面白さとか求めへん。うんうんうん、うん、持ち方みんなやめて。松を早く膨らませられる持ち方。これももちろん線はないと。どうやろな、分からんよ。線なさそうやな。オッケー、オッケー。では、まあ、割れるんが一番あかんからな。そやな、そういうことになるね。ほいほい。あや今回早いや。やるじゃない。確かにね。抜けていってる。はい。力の加減を知らない。バケモン、爆弾。なぜ早い、こんだけは。なぜ早い。やばつが手抜いてるから。最悪。慎重に。分からない。でかい。分からない、分からない。でかいな。パンダね。お、松めちゃめちゃ早い。すごい。あ、結構抜けるね。結構抜けるね。結構抜ける。いやー、この辺をキープしたいけど、早く終わってほしいという気持ち。せやな。ほい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 どのタイミングで終わるの。ほい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 
やるじゃない自分。最後もううんって膨らましたからもう。最後な追い込むべきやったよな。最後追い込まんたな。はい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 。お猿ね、あやちゃんね。あやちゃんどうか。もう疲れたんやか。確かにこれ結構入れ続けなあかん時間が長いな。これ3、2、1は来るまではキープでよくない？と思ったそうなんやな。でももう忘れてもうた1。松は非常に非常にキープしてる今。ちょっと抜けすぎたか。そこまで。あー負けたー、これは負けたわ。左チームの。はい、余裕ー。松の方が大きく余裕よよはあ、まあ、最後追い込み足りんかったな。これでアイとマツどっちがこのゲームに適してるか、ようやく、うん、ようやくごめんな、あや結果が出たわ。スタートダッシュはすごいからごめんな、うん、でも結局トータルで見たらアイの方が勝ってる。いやこの ポイント数で見て、ポイント数関係ない関係ない、そんなん関係ない、全然関係ない、ポイント数出したらマツは圧勝やろ。ごめんな、この何パーティー制したかっていうこと。最初クイズ60分コースやのに30分で終わるのはもう雑魚おしまい。いやいやいや、そんなことはないよ。ありがとう、最低松の大勝利、ありがとうございます。松を食べなかったから、松は引き分けにさせていただいて、松の引き分けにさせていただいて、ごめんな、ありがとうな、ありがとう、健闘たたえ、健闘たたえない時点でもありがとう、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 お疲れ様でした。じゃあワンツースイッチの実況はこれまでということで、まあちょっとね、まあ祭り気持ちよくさせてあげたから最後は、まあ仕方なくね。じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。次回作もよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。ワンツースイッチのインパクト、ありがとうございました。Everybody! One, two, one, two, switch!